おはようございます。本日はチェコが絶賛に立つ日です。わー、やばい、ここからもう見えるんですけど、バカ広い、すげー。ここはチェコの楽屋なんですけど、楽屋がもう過去一広い。本当に楽屋初めて逆に落ち着かないということで、今から着替えてリハをして、はい、今日一日は頑張っていきたいと思いますが、今日はチェコの一日密着の動画になりますので、ぜひ最後までご視聴お願いします。お願いします。ということで、一日今日も頑張ります。おー、今からリハです。イエーイ、頑張ります。頑張ります。めっちゃ緊張する。それはすいませんやってます、やってます。はい、ということでリハが終わりました。お金は確認していて、はるかは動画を確認しています。リハの私はお弁当を食べました。それではゆっくりしていきたいと思います。運営の方、からなんかお土産いただきました。シロー、ありがとうございます。ありがとうございます。やったー、中身こんな感じ。すごい、せーの、けーピンク注入しないとね。俺はモンスター、あ、モンスターじゃねえ、なんだっけレッドブルです。あのね、2階に蝶たちがいるんだって。頑張って見つけるからね。はい、ということで、まさとさんがアナタシアさんのお家に来ていいよということだったのでお邪魔したいと思います。行きます。失礼します。失礼します。失礼します。お邪魔します。お邪魔します。なんかちょっと先ほどまさとさんがなんか私たちに質問をしてたので、私たちも質問をしてもいいですか。どうぞ。最後の第一印象と今の印象です。でも一番関わりというかがっつりお世話になった、まさとさんですね。
たくさんある浅野さん。そうですね、第一印象っていうのが結構そのチェコさんの YouTube を見てたっていうのがあったので、今もそのまんま変わんないですか。割となんかそのやっぱ出会いが YouTube の印象っていうのがあったから、で出会って話してみたら割とそのまんまだし、ダンスも上手いし、ダンスの熱意もやっぱ第一印象と変わらずめっちゃ熱感じてて、かっこいいなって。すごい、すごい真面目に答えてくださってありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ。じゃあ僕いいですか。あ、お、いいですか。嬉しい。普通にやっぱり舞踊でちゃんと拝見させてもらって、すごいなんかどっかのダンスのスクールの選抜の子たちなのかなって、鍛えられて選び抜かれたら精鋭部隊なのかなって。だけど今の印象は子供だなって。MC すごい元気です。ありがとうございます。それを聞いて、うち最年少で高める、はい、同じは同い年です。同い年、はい、もう勝てないわと思って。同い年ですよね。あれ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 あの、お時間もお時間ということで、柴犬さん私、はい、やったー。なんかさっきもね、あのね、うちの動画で柴犬さんって感じだったよね。それは内緒で、それは内緒で、これうち、違う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 、最初のイメージ、何でしたっけ。まさかに多分、チェゴさんっていうお客さんというか、YouTube でダンス上げてる方いるよって見せていただく曲が、あ、そうだあって、ヒップホップとかだったりもやっぱ男性が踊るのとさ、女性が踊るのとでも色が違うみたいな、すごいチェコさんのヒップホップしてるなみたいな印象がすごく、チェコ歴もまだすごく、ね、若い皆さんだと思うんですけど、めちゃめちゃチェコさんっていうスタイル確立してすげえなって。ありがとうございます。ありがとうございます。今の印象だと髪が派手だな。髪が派手そうだ。今の人たちに髪の毛派手だよ。最後になんですけど、はい、今日初めてゼップに立たせていただいてて、もう緊張がえぐいんですけれども、なんかちょっと先輩のお言葉いただいてもいいですか。緊張しないで楽しめる方法。田畑さんお願いします。うわー、田畑さん いや、まあでも、ね、まだ全然、ね、あのこういうところ立ったことないと思うんですけど、俺らもバリ緊張してる。プレッシャーに勝ちましょう。ありがとうございます。以上です。お願いね。はい、ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。今から本番です。一発目から第6巻をやるんですけど、はい、これ昨日2人でも LINE で言ったんですけど、第6巻ははるかの元々のソロ曲だったんですけど、その時結構いろいろ周りの環境とか全部ガラッと変わって不安の時期だったんですよ。それをなんか見返すために作った振りでもあるし、あとはそれよりも2人がなんかすごい不安だったから、そんな不安にならなくていいんだよ、はるかが引っ張っていけるように頑張るねっていう気持ちを込めて第6巻を作って、2人のために考えて2人のために踊った作品だったので、それをなんか目標のゼップのステージで立てるのがすごい嬉しいっていうことを昨日伝えたら、二人が嬉しいって感動してくれたので、今日は一心同体になって、はい、第6巻の作品を踊っていきたいと思います。はい、でね、もう第6巻終わったらすぐに踊、はい、踊らないといけないので、もう燃え尽きて、それで一回死んでからまた燃え尽きてまた死ぬっていう、あの過酷なスケジュールなんですけど、やっぱ私たちはダンスするのがすごく大好きなので、本気で真剣に見てる皆さんにパフォーマンスを届けていきたいと思います。はい、ということで頑張ります。おお、あーあー、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか。終わっちゃったの。はい、ということで、は
初めての絶句、ド緊張の中でしたが、はい、やりきれました。ありがとうございます。ありがとうございました。なんて言ったって最後の MC がうち一番緊張したてかマイク1個しかないからさみたいな小さい声でなんかね、あっという間だったね。よかったね秒で終わった。チャコがみんなニコポリ終わってからマジで休みがなさすぎて、うん、練習してで合間に編集して家帰ってきてまた自主練して夜中に寝てで次の日また朝から撮影でみたいな感じでめっちゃ切羽詰まってたんですけど、こんなに大きなステージに立てることってなかなかないし、自分たちのダンスをいっぺんに大勢の方に見てもらうこともなかなかないので本当に貴重な体験だったし、自分たちの目標が叶った日なのでこの日は永遠に忘れることはありません死ぬのなんかさ全てが終わる感じこれで終わりじゃなくて、まだこの後物販があるので、はい、ぜひ撮影もらってみんなと一緒に話していきたいと思います。だから物販に行きます。行きたい。お疲れ様です。はい、ということで物販も終わり、もう帰るお時間になってしまいました。はい、みんなと話せてすごい幸せでした。なんかいつも来てくださるチュアの子がいるとめっちゃ心強いし、うん、今回は結構対話っていう感じだったので、新しく今日チェックもして、物販ブースに来てくださることを見たので、なんかすごい素敵な出会いがあって、物販も楽しかったなと思います。あっという間に終わっちゃったんですけど、チュアはまだまだ諦めずに前に進むのでついてきてください。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで以上ジェゴです。